2018年1月の18日、21時41分です。よろしくお願いします。ワード2早く言ってよ。すぐ人のせいにするから俺、全部リスナーが悪い。元を正すとうなちゃんマンが全部悪いんだけど、佐野が全部悪いんだけど、一生懸命喋ってたよ。ああ今のトークめっちゃ爆笑だったのにな。なんだよ、花火7発は飛んだよ今のトーク。ありがとう教えてくれて。教えてくれてありがとうね。例えば、はい、シルバーで、はい、これ1.8ミリ、ちょっと2ミリ今ないから、はい、2ミリない、2ミリじゃない、ああ2ミリない、うん、ないから、はい、1.8ミリでこう、こんぐらいの強度。ああなるほど、うん、これ以上削れないっす。やば。そう、こういう感じ。え、マジですか、うん、え、グニって言っていいですか。グニって言っていい。あ、うん、あかんですね、これ。あ、あ、ギリギリだ、ダメだ。あ、こんな感じなんだ。結構やばいんですね。あ、いけるか。長さっすね。あ、もう削ったらダメだ、これ以上。よかった。え、1.8 ですか。これ 1.8。 2はもうちょっと、もちろん真鍮の 2.5 に近いやつってありますか。真鍮の 2.5 2.5 にするんですもんね、これ。そうだね、2.5。 真鍮の 2.5 でいいんじゃないかな、うん。いや、違う、オフレコじゃない、間違えた、完全に。ロビーいらっしゃい。太い真鍮の太いやつがないんじゃないか。ちょっと待って、ね、はい。こっちじゃないかな。あー、やばいな、ギリギリだな。削り。なるほど、なるへそ。パフェ、パフェ、ありがとう。うん、あざす。やり込んでますよ、がっつり教わってますよ。メモ見せてもいいですか。いいよ。こういう感じでね、技術的なことを教わってますね、うん、どうやって今回の設計するかっていう、そのまあこれ見ても何が何だか分かんないと思うけど、がっつりちょっと2時間ぐらい話しちゃおうかな。1時間か2時間ぐらい話しましたね。真鍮 2.5 だとやばくないですか。グニャンいけません。いや大丈夫ですか。うん、花火ありがとう、頑張るよ。っていうかね、もう早く製品に会いたい、我が子に会いたい。早く、今妊婦状態だよ。育ててるから、我が子、我が子今この中にいるんだけど、このヤスリ持って帰ったらダメですか。めちゃめちゃいいんですけど、一本持って帰っていいですか。これ、これ、これやばいっす、これ、これいいっす。これちょっとお借りします。これいいっすね。これはやばいっす。ちょこちょこそういうのこなしにしていく。はい、これいいやつ。お、来た。熱くないっすか。はい、近いやつで全然。これですか。角材ですか。はい、あ、まあいいですよ。2で、はい。これって。
あの、切っていただけないですか、この長さの。ダメですか。いいよ、いいですか。じゃあ、もう運転棒があるかもしれないですね。はい。この細さか。あ、でも、やっぱ 2.5 は欲しいな。2だと細いっすね。真鍮可愛くないですか。真鍮フェチなんですよね。真鍮いいよね。はい。僕も真鍮好きだ。はい。真鍮可愛いですね。え、これって金属磨きあるじゃないですか、シルバーの、うん、あれで磨いたら綺麗になります。なる。あ、なんか真鍮の光沢感好きなんですよね。あとすぐダメになるところ、うん、すぐくすむっていうあれって言うね。そうです。いつからお前。はい。もう僕ダメですってなるのがめっちゃ可愛いんですよね。ピンクシルバーとシルバーの違いです。これが下がピンクシルバー。今回シルバーだけじゃなくてピンクシルバーも使いたいなと思ってます。ピンとか合わないな。ロジクール頑張れよ。カメラ下がピンクシルバーで上がシルバー。ちょっと待ってね、ピントが合わない。まあ、色がね若干違うんだよね。山田さんいらっしゃい。ハッピネスいらっしゃい。ワードツー、ありがとうございます。あー、金属いいな。金属フェチみたいな。いや、金属フェチなんですよ、もともと。本当に。あ、でも2でもいけますね。あの、こんなにいける、いい感じ。 2.5 だともっと硬いから、硬いっつうか、全然いけますね。逆に言ったら2でもいいぐらいですか。2だと細すぎます。いや、2でも、うん、ただはい、傾斜をかけると結構きつくなるよね。傾斜ってなんですか。最後のほら、最後の部分がさ、はい、スッってなってたりすると、はい、そこの部分がもっと薄くなるわけじゃない。薄くなる、うん、はい、一番厚いとこが2でもさ、はい、全部が一緒のサイズだったらいいんだけどね。いや、全部の一緒のサイズじゃなくて凹凸出したいんですよ。うん、凹凸出すだけだったらマイナスが2で、2.5 から2の幅って意味です。あ、そういうことね。はい、だったら大丈夫だと思う。大丈夫ですか、うんうん、はい。うわ、いいわ。やっぱ細い方がかっこいいかもな。2の幅で攻めるかもしれないです、もうちょっと。うん、硬いな。曲がったらもう一個買ってって言えばいいですもんね、クレーム来たら。お客様って、お客様クラスに使い込んでいただく方はやっぱりスペアを買った方がいいと思われますって言って、パーツだけ、はい、別売りはしませんって言って、当店っつって、全部だ、はい、新品をお買い上げくださいと。
諸行無常、形あるものはいつか壊れるのですっていうわけのわかんないことを言って。いいな。真鍮ちょっと磨いてくるわ。これさ、はい。これ最初見せてさ、それで磨いてる。はい、ああ、はい。最初買ってます。はい。これ真鍮リングですか？そうそうそう。これ真鍮のリングなんだけど、使ってる結構見えるみんな。結構時間が経ってる真鍮のリング。真鍮がどんな素材なのか、ちょっとくすんでるでしょ。これちょっと磨いてみようか、どうなるのか。これくすんだ真鍮のリングね、磨いてみます。今から真鍮好きなんですよ僕。うわ、すげえすげえ。今回真鍮も使うんで、なんか色合いがいいんだよな。うお、お、きた。わあ、いい。やっぱ真鍮いいっすよ。僕この子好きです。あ、いいいい。すげえすげえ。あー、真鍮好きっすね僕。これが磨いた真鍮なんですけど、ピカピカでしょ。わかる？ビフォーアフターしようか。こんなになんだよ。綺麗じゃない？これが磨いた真鍮。綺麗でしょ？で、こっちが磨いてない方。このさ、こんなにダメな子なのに、もうダメな子じゃんこれ。このね、なんか東南アジア感っていうの、東南アジアに行くとさ、真鍮のさ、アクセサリーとかあるんだけど、もう、なんか化石みたいな、なんかどっかの遺跡で発掘したんですかみたいになるけど、真鍮のポテンシャル高くて、ちょっと磨くとこんなんなんの。みんなどう？よくない？真鍮。その、あえて、その、磨けば光る子っていう、こんなにダメな子が、ね、こんなにもうダメだダメだってなるけど、磨けば光るっていうこの感じが好きなんだよね。すごい真鍮リングいいな。なんかもっと真鍮が流行ってほしいもん俺。真鍮ブーム、真鍮ブームの火付け役になりたいですね僕は。いいでしょみんな、なんか言えよ。なんか言えよ。ポケットみたいな。いいとか悪いとかなんかあんだろ。いやつって綺麗つって、あ、真鍮いいな。もうでも 2,3 日でこんなになっちゃいますよね。錆びやすいんですか？なんなんだろうね。なんなんですかねこれ。あのコーティングするコーティング剤もあるんだけどね。真鍮のですか？うん。へえ。でもそんな効かない。うん。やっぱダメだこの。真鍮めっちゃ好きだわ。いいわ。
も言ってくんない誰も。ああ寂しい。ピッカピカですよ。いいでしょう。あ、でも真鍮、あーいいじゃないですか。絶対これいいよ。こういう3色使う、金属何個も使うってよくない？絶対いいものできる。絶対これはやばい。こんな感じになりますよ、コントラスト的には。これいいよ、ピッカピカでさ。うん、よくない？こんな感じでアクセサリー作りますよ。今回使う素材ですね。磨こう。こういう、ああいい。こんな感じです。ピカ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 です。カメラが映り込んじゃってるね。鏡面だから。ロジクールのカメラが映ってるでしょ。綺麗だね。あ、早く製品にしたいな。早く会いたい。何やってたっけな。どんなん作ってんの？俺のね、ツイッターの画像、ツイッターフォローしてよ。ツイッターに毎日、画像は出してるから、まあ、こんなん作ってますね。これパーツなんだよね。今、もう工程に入っちゃってるから、ツイッターに全部のパーツ、組み合わせたの載せてるよ。あ、これがあるわ。ちょっと待って。これ？うん。こんな感じになる。
イメージだけどね、これは。鍵そう、鍵のペンダントトップ、そう、鍵のペンダントトップ作ってるよ。エクさん、あのワックスなんですけど、手の温度で丸くなっていけません？ないっすか、そんなこと。あんまないよ。ないっすか。なんか手の温度でやってるとワックス溶けてんじゃねえかっていう。なんかもう怖いんすよ。なんかあれ。そしたら、はい、水ボウルに水張ってさ。はい。で。たまにそういう時に感じたらさ、作品入れてさ、冷やす。氷つけたりとか。おー、エルミさんいらっしゃい。作業お疲れ様。ただそれを言いに来ただけ。なんか優しい。ミースケ、花火ありがとう。
みーすけいらっしゃい、うん、でも気持ち大事っすよね。なんか冷やしてあげるっていう優しいですよね。あのお水に話しかけるといい水になるとかそういう理論かもしれないお水にありがとうって言うとなんか人生が豊かになるって聞きましたよ僕。はい、はい、こんばんは。お花にありがとうって言うとあの綺麗なお花が咲くらしいよ。あ、でもそれ聞いたことあるね。はい、なんか有名ななんかやつですね。結構炎上した。だからシルバーにありがとうって言いながらやったらいいシルバーができると思うんだ僕は、うん、今日はねちょっとねあのトレーニング休む。シルバーに集中する今日は。お花にありがとう、和道に花火ただの新興宗教じゃねえかっつ教祖が儲かるだけっていう。なんかこう溝を入れる工具ってありますか。溝を入れる、はい、ないですか。リューター、特に線をこう入れて刻んでいきたいんですよ。三角刀、三角ヤスリか、はい、彫刻刀。彫刻刀だとはね、あのパキッていっちゃうと思うから、いっちゃい、はい、ね、削る、なんか模様というか、細いやつがいいですね。お、攻めます、今日さっき三角のやつ、はい、それより細いやつがいい。細ければ細いほどいいですね。あ、でも これが一番細いのかな。今あのこれなんですけど、細いのが好きなんですよ。これはね、はい、ある程度目が荒いからね、はい、ラックするといいので、はい、これが一番、うん、最近老眼ですか。はいなんかあれですね、みんな老眼ですね。のんちゃんも老眼だし老眼鏡でもいい。はい、これも今かけてるので老眼鏡なんだけど、老眼鏡かけないと見えない、はい、これも真鍮なんですかね、これ上の。うん、そうだと思う。真鍮いいね、みんなね。これがいいね。はい、ありがとうございます。よし、行くか、攻めるよ。もう本当に取り返しのつかないことになるから攻めるよ、みんな、マジでマジで。あー怖いな、攻めるよ俺今日。風船ありがとう、エレミさん。それは世間が優しくなってきたからだと思っている。ほー、あ、でもね、幸せを配るのは俺はすげえいいことだと思うよ。あ、どうしようかな、やめよ怖いからやめよ、勇気が出ないよ。大丈夫ですか。なんかそのランダム性の中にヒントがあるような気がするんですよね僕。行けば分かる。猪木ですね。ボンバーイエー。どうしようかな、もう折れるんだよなこれ以上攻めると。いや、そんな風見ちゃんには、はい、こいつ置いとこう。ああ、すげえこれねこれ写していいですか。うん、これね、はい、30年メモリアル記念で、はい、うわ、銅像だ、うん、彼のこれ、ドレさん好きそう。彼ってほら、はい、あの倍賞光子さんか千恵子さんと結婚してたじゃない。はいはいはい。で、そこの要は姪っ子、はい、え、和道グッズでこれ作りたいっす。それ作ったらダメじゃんいや、じゃあ僕の、あ、いいんじゃない、はい、これグッズ化する、和道銅像これ良くない、家に一家にこう玄関にさ俺の銅像あったらさ欲しいでしょ、和道リスナーは。どう、銅像
なんで猪木像があるんだ。それでそこの顎を、はい、顎、僕はいつもあの触ってるんですね。だからここだけ剥げるんですね。いつもこうやってお願いします。え、胴って触ってる部分が剥げるんですか。だけど剥げちゃう。でも みんなピカピカしてますよね、いろんな銅像って、はい、え、なんでこれあるんですか。それはだからあの、はい、猪木さんが昔その、はい、その倍賞三つ子さんか千恵子さんと結婚してて、はい、でそれの姪っ子が友達なのね。はい、で彼女の家にそれが玄関に飾ってあって、はい、で僕が16歳の時に、はい、見つけた瞬間にこれちょらいっつって、はい、いいよ、その時はダメって言われた、はい、はいはいはい、で二十歳かなんかの誕生日の時に、はい、いきなりこれくれて、はい、それかなんかスタジオオープンの時かな、はい、あのこれあげるっつって言われて、はい、それからあの守護神としてこうこの家を守ってる、そうそうそう、スタジオを守り続けるそうすごいですね。なかなか家に猪木の銅像ないですからね。顎触ると本当にうまくいくね。おー、いいですね。顎触っとこう。うん、翔さんいらっしゃい。インディアンの彫金とかってあるじゃないですか。インディアンとか昔の人のジュエリーって金属を直接やってたんですか。あのね、あの金属を直接やる人もいるし、そのホピ族とか何族とか、はい、その族によって違うの、はいはい、はい、例えば石を敷き詰めてオーバーレイっていうのかな、はい、いう技法とか石を敷き詰める、そう、あのね、いろんな技法があって、オーバーレイに、そう、はい、であのその種族っていうかその、はい、インディアンたちによって、はい、やり方が違うんですか。やり方が全然違う。もともとシルバーを、うん、その作ってた民族って何なんですか。中世ヨーロッパのイメージなんですけど僕。インディアン昔から作ってたんですか銀。うん、昔から作ってたと思う。あ、どっから採掘してきたんですねかね、銀をインディアンは。あ、でも一番最初ってあのほら、はい、マガ玉とかさ、はいはいはい、あそこから始まるんだよね歴史って、はいはいはい、確か、はい、マガ玉、アクセサリーの、そうそうそう、はい、一番原点はマガ玉、マガ玉なんです、うん、おこれなんか見るとね、はい、種族の、あ、なんかそうだ、もう一個聞きたかったのが、うん、弟がインディアンジュエリー大好きで、うん、伝説のインディアンジュエリーの人が、うん、もう亡くなってる人で、うん、バングルとか2、300万する人、うん、なんて名前の人と知りたくて、うんうん、知ってます、とんでもない伝説の人で、僕インディアンジュエリー正直苦手なんですよ、うん、だけどその人の作品は欲しいって思ったんですよ。これは分かるっていう、なんかもう感性が違うんですよ。インディアンのそういう人たち、はい、日本の人がそういうあのこの人すごいっつって、はい、その人からすれば、はい、全然毎日もそう、なんていうの、作業してるだけなんだけど日本人がそれをブランド価値として、はい、だからものすごい高いし、はい、あと、ターコイズもそうなんだけど、はい、ターコイズもすっごい高いもの、本当に高いの、はい、本当に100万とか200万とか普通にするの、で実はターコイズっていうのは石じゃないっていう、え、ターコイズって何なんですか。ターコイズってなんか石じゃないですか。そう、自然がなんかこう、はい、例えば雨が降って、はい、土にその水が入って、はい、そこから川になって、はい、のとこになんかどっかで蓄積されてきたものがどん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 それが蓄積されてってそのターコイズになるらしい。でそれを研磨してるらしい。だから石ってだから石という枠組みでは石って言われてるけど、はい、実際は石ではないんだ。石ではないというか、それその蓄積されたものがターコイズらしい。へえ。で一時期ホワイトターコイズとかって言われてみんなに重宝されてた真っ白いターコイズがあるんだけど、はいはい、すごい高値で売られてたけど、はい、あれは実際はクソみたいな値段で、でただ単に色がちゃんと入ってないっていう、ダメなターコイズなんですね。で、ターコイズの中でほら練り物とかもあるんですよ。よくそこら辺で売ってるのは、ね、練り物で、はい、そのターコイズ色にして、はい、それでターコイズの成分入れて、あー、ターコイズとして売ってる。あ、こんな作品だった。あ、この人だ、ナバホのレイさん。
レイさん、この人の作品です。この人、僕ヤバくないですか、この感性。これがそう、あのね、オーバーレイ、やっぱりオーバーレイとかインレイっていう、あのね、はい、要は2枚の板を重ねて、はい、1枚目を、はい、あの、あれのせいかじゃない、この人だ、この人、板、この人の作品大好きなの、この人、この人だ、覚えとこう、ナバホのレイサーグ、レイ、読めない、日本語で書いて、ローマ字で書いてある、レイタラシー、レイタラシー、レイさん、ナバホのレイさん、ナバホのレイさんで覚えよう。いや、この人の石の配置やばいんすよ、うん、なんか、なんていうんだろう、ランダムなんだけど、もう、これ多分綺麗めの作品なんですよ、うんうんうん、あの、やばいっす、このアーティストは、多分この人っす、この人の作品がとんでもない、うん百万とかっす、これがインレイだかオーバーレイだかっていうので技法になってるんですか。そうそうそう、だからその部族によって技法が違う。へえ、オーバーレイ、とかインレイで、こういう風なさ、はい、これはこれの下に実際はもう一枚貼り付けて、はい、こういう風な切り抜きをしていくのも、そのインレイかオーバーレイのどっちかの、うん、忘れちゃったけど、はい、あー、この人もいい、シルバーさん、うわ、めっちゃかっこいい、何これ、やばい、ありがとう、すごいかっこいい、うわ、超かっこいいな、なんだこれ、すげえな、いいっすね、なんか、そう、だからダメなインディアンもいるんすよ、だからそういうことだよ、俺が今からいいこと言うから、みんなこれ永久保存版ね、ビデオデッキセットして、みんなビデオ入れて、今から録画しといて、あの、日本人だからとか何々だからじゃないから、インディアンだから偉いわけじゃないの、インディアンにもいいインディアンとクソみたいなインディアンがいたんだよ、多分、俺はジュエリー見てて思うの、かっこいいインディアンもいるし、かっこ悪いインディアンもいるので、かっこいいやつっていうのは 5%、俺の体感は人類の中の 5% ぐらいしかかっこいいやついない、うん、いい、あ、ゴロさんだ、ゴロさんいましたね、イエローイーグルでしたっけ、そうそうそう、すげえよな、すごい、あー、でもやっぱかっこいい人はかっこいいですね、インディアンジュエリーでも、なんかセンスが出ますね、こいつ違うっていうのと、あ、こいつ凡人だわみたいな。結局、はい、ゴロさんの確認の数はほぼ、ね、はい、おお、ああいうふうな、日本にインディアンジュエリー持ってきたのがゴロさんなんですよね、そうだね、あの人が多分一番だと思う、へえ、作り方が分かんないから、でうちの師匠はい、で、ゴロさんは革はすごい、あの、革にかけてる人で、はい、革細工に、はい、で、あの、貯金わかんねえから、はい、っていう話になって、はい、ちょっと教えてっていう話で、じゃあ、で、一緒に、まあ、最初やってたのがうちの師匠だった、へえ、彼はやっぱし、ずば抜けた才能があったから、はい、その表現力で、うん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 、技術うんじゃなくて、あの人の場合表現力、はいはいはい、もう人柄がすごいって言いますもんね、うん、だって昔乗ってたあの人が乗った車、はい、なんだっけな、ルパン三世が乗ってるような車、はい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 、真っ白で、はい、あの、わかります、そう、で、あそこに全部に芸能人の人が、はい、それ見ると五郎さんの車だって分かって、はい、みんなサインしてるで、あの、まあ五郎さんもサインしてってでマジックでみんなサインして、はい、サインだけど、まあ、ゴロさんがだって、あの人、ハーレム乗ってたから、へぇ、確かハーレム、インディアンのさんは、はいはいはい、すげえな、だって犬、お店に犬がいたんだけど、はい、その子がゴロズボにつけてんの、はい、ちょっと触ろうすると、へぇ、案件だ、ナバホ族は聞いたことあんな、いや、これいいな、この
この真っ黒にするのは何なんですか、このそれはそのかずみちゃん の、 作品である。はい、これやりたいです、うん、それはあのね、これくらい真っ黒になるんですか。あ、よかったです。要は僕これやりたいんですよ。これ金属でいくんですか、タガネで。それの場合はワックスじゃダメですか。うん、ダメじゃないよ。ダメでもないですか。ダメでもないんだけど、これは実際は金属でやってんだけど、はい、これは今言った通り2枚重ね。ああ、そういうことか。そう、1枚目を全部抜くの、抜いて2枚目を貼り付けて、でそこに全部真っ黒にした後磨いて表面だけ銀色出して中は全部黒くなるって。分かった、うん、やり直そうかな俺100時間捨てていい、リスナーさん。いや、こんなんだって作りたいでしょ俺。この技法覚えちゃって今。こんなんかっこよくない？こんなの、これの作り方分かった。でこれ、あー、超作り直して、いや、すげえインスピレーション湧いて、これで模様描いて、これオーバーレイってやつですよね。オーバーレイで板作って、んオーバーレイ、じゃオーバーレイでワックス作って型作るじゃないですか。それを素材にして型抜いてたらめちゃめちゃかっこいいじゃないですか、うん、でそのさっきそれ2作目でやります。こいつにほら、はい、掘り込むっていう話したじゃない、はいはい、でその時に僕のイメージだから、こういう掘り込みを入れたいんですよ、文様を。でそれで1枚ね、はい、この、はい、シートを、はい、ワックスの薄いシートの上から、はい、まあ、貼っつけて、はい、でそれ、まあ、貼っつけてっていうのは、要はそこで、はいはい、この模様を下書きして、はい、でそれ模様してそれをカービングして、はい、地金にして貼っつけてもいいんじゃないっていう話もしようと思ったんだけど、はい、これに直接行くんだなって俺思ってたから。なるほど、うん、でももしそんなことするんだったらワックスなんかじゃなくて地金で糸の子で行くんだ、はい、さっきこれ、全くこれだよ、任せてこれ、うん、どうしようかな。正規のやり方は地金で糸の子なんですか。そうだね、それはもう完全に糸の子と地金でもう一緒のやり方で、うん、そうなんですよ。僕思ったのが、なんで今それを思ったかっていうと、うん、これって絶対平面的なやり方するじゃないですか。これで造形的なやり方やったら絶対かっけえみたいな、うんうんうん、あ、そうでもないな、平面じゃなくても作ってんな。え、しかもそれを、しかもターコイズでこの人たち埋めてやってるってことですよね、この。ほんとね、では、それはそれで、はい、ターコイズで埋める人は、そのまあ、もちろん黒くもしないし、はい、ターコイズは、本当に、なんだろう、もう、色的な感覚で、はい、要は、その土台をさ、はい、そういうことっすよ。そう、あのね、はい、ちょっと待って。はい、いや、いろんな技法あって面白いな。さっきの話でね、はい、そういうインディアンで、はい、まあ、ある種族とかは、はい、キャスティングをするときに、はい、ワックスとか、はい、そういうものを一切使わずに、はい、この、はい、なんすかこれ、これはあのね、あれ、イカのね、イカ、うん、あの固くなって、なんていうのかな、イカが、生き物のイカですか、スルメイカとかのイカですか、イカ、そう、主に
公開館のコーラ、はい、コーラこれね、はい、これこうしたイカホー、そうそうそう、イカのコウ、そう、これを、はい、半分に切って、はい、そこに彫り込みをしてって、はいはいはい、まあ、切って半分にして、はい、彫り込みをしていくでしょ、はい、でこの、まあ、湯道をつけて、はい、これを2枚重ねにして、はい、でドロドロに溶かしたシルバーとかを、はい、一気に流し込む、石膏代わりにしてたってことですか。そういうこと。要はワックスの工程飛ばして石膏で、そうそうそう、すげえなこれもキャストなのこれが元祖キャストなのそう、でもこれほぼ一発しかできないですよね。ワン型なんだから、ワン型ですよね。そう、あの今度ほら一緒に行こうって言ってる知り合いの人のお店なんだけど、はい、そこで向こうですごく有名なあのアーティストさん、はい、インディアナが作った、はい、ものの実際のものもあるし、はい、これももらってきてるの、この外で、これ一発勝負、はい、一発勝負で二度は作れないから、はい、もう世界一点もので、これをまあゴム型みたいに最近のあれで量産すればいいんだけど、はいはい、もうそんなことは許されないの世界で、はい、そう、これはイカのそのイカ、そうイカのコーラ、そう、これもキャストなの、キャストなんですね。もうそれの要は、はい、よく考えたな、インディアンイカ、イカでやってたんだって。そう、わからないけど、初めちゃんやってた、はい、でもこうやって今じゃ 3D キャドで作ってるわけですからね。そう、イカでやってみたいですね、一回ね、ね、やってみようか、イカキャストイカキャストね、はい、面白いんじゃない、はい、イカで作ったシルバーアクセサリーつけてたらかっこいいですからね。これはさ、すごい難しいのはさ、掘っていくから、はい、逆の考えを起こさないといけないんだよね。要はできたものが立体物だから、逆にいかなくて、ね、掘ったところが出るっていう考え方だから、はいはいはい、でももしかしたら、はい、そっちの方が楽っちゃ楽だよね。顔を例えば掘るとしたら鼻の部分を掘っていけばっていうさ、そういう、でもあれですよね、 3D の脳みそ持ってないと多分できないですよねその逆算的というか、うん、面白い技法。そう、それでね、はい、あ、よかった。この間ほらこれ見た時、そのうちさ、はい、これ使う、あの、いろいろと面白いのあるよって、はい、多分好きなやつあるよって言ったんだけど、これもう本当にさ、海外のさ、はい、本をわざわざ日本語に和訳したもの、はい、でうわ、何これ、何ですか、指輪、何、バングル、ここなのか、プレゼント、プレゼント、何かこれ、海外版しか出てなくて何書いてあるかわかんないよ、あの正直は、はい、まあ、シルバーとかゴールドとか読めるけどさ、はい、ね、はい、銅とかもさ、はい、英語で書いてあったり、その薬品の名前すらわかんないから、はい、もうすんごい調べて、はい、でももう文章もわかんないから、はいはい、その Google 翻訳とかないですからね、当時辞書引きながら、そういい時代でしたね、うん、すっごいね、はい、でこの本が出たらはーってなるんですよね、そうそうそうみんなで言ってんじゃんねえよみたいな、いや、いい時代だな。そう、だからこういう技法のことって裏方の技じゃないですか。 Google に載ってないんですよね、あんまり、あんまりっていうかもう皆無ですよね、ほぼ。なんか初心者作り方講座みたいなのがあるんですけど、そう、だからやっぱ専門的な知識ってまだウェブにはないなっていう。なんだろうね、みんなやっぱ出さないのかな。出しちゃ儲かんないですもん。やる人がいないかな。あ、そう、人口パイが多い、要は一般向けの要はカレーの作り方とかしか商売になんないですよね、ウェブ屋は。でも専門技法だから、ボクシングとかもないですよ。ワン、ツーとか基本的なことはあるんですけど、ボクサーサイズとか、うんうんうん、そう、本当のコンビネーションとか教えてくんないですよね、やっぱ。
大丈夫ですよ、こと言葉で大丈夫ですよ。何を、そのまず、オーバーレイ、あれオーバーレイだっけ、いや、わかんないです、何の話か忘れました、僕金属の状態で会いたいな。これ絞ったらダメなんですか？研磨剤出ちゃいます？いや大丈夫だよ、軽く絞って、はい、これを洗っていいっていうのが僕の中で大発見です。むしろ 水っていうのがいいですね。あ、そうやっぱそう、はい、あの石を敷き詰めていって、はい、さっきみたいにその、はい、アーティストさんがあれはインレイってこと、インレイ、うん、はい、でオーバーレイっていうのは、はい、今和美ちゃんはその2枚重ねの、はいはい、インレイっていうのが石、うん、はい、なんかでもいろいろ作りたくなりますね、本当にワクワクが止まんないですよ。とんでもない世界に入っちゃったな。いやこれ一生続けられるじゃん、この遊び夢だわ男の。はい、はい、これはどういうことですか？これは、はい、まあ、ボタン作る、そうそうそう、はい、で丸くして、はい、で同じサイズとかで、はい、まあ、切って、そうそう、まあ、一番最後は丸くするんだけど、はい、全部切って、そういうことか、そう、棒付けして、はい、で、この周りを黒くしてるみたいな。はぁ、うん、これもそうだね。かっこいい。これなんですか？これ根腸。根腸ってやつか。根腸って、この間、あ、丸くてさ、はい、さっき言った、はいはい、そこの間の話に来たら、はい、叩いて伸ばすんですか、丸いこの、あ、叩いた断面とか出ない、あ、柔らかいのに叩くのか、こういう、はい、こういうのはコンチョって、大体はみんな、あのインディアンの使ってるコインで、はい、あれですよ、財布のところに、そう、はい、あとよくなんかベルトにさ、はいはいはい、あの装飾してますね。これ制作物なんですか、これ。それ、体験の人に見せる。おー、うん、こういうのできるの。はいはいはい。でも、そこの黒い穴が入ってるんですか。あー、いやよーさん、了解です。楽しんでってください。もしよかったらフォローしてください。ありがとう、嬉しいです。なんで俺真鍮好きなんだろう、真鍮めちゃめちゃいい。はい、了解です。磨くの好きっすね。なんだろう、ハワイ、あ、かっこいい。それはあのバングルと同じ、はいはいはい、あのタイプの磨く、はい、これいいっすね。厚めなんですね、そう、やっぱり。そこのやつ全部、はい、肉厚なの。薄くても1.5mm ぐらいのやつ、うん、こういうとこも、はい、この真っ黒な感じが好きなんですよ、その深い黒っていうか、これなんかいいかな、はい、はい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 、色もありるさ、はいはいはい、で、これは、はい、これ作り途中なんだけど、はい、全部2枚重ねにして、はい、で、
模様とかも全部切って、はいはい、で、なやすって、はい、これも置いてって、はい、で、溶接して、はい、で多分これバングルだと思うね、はい、うん、ほー、うん、多分、はい、アクシングリングパーツとか、うんうんうん、あ、はははははは、この人はそういうのが好きなのね、はい。俺が専門用語知らないから検索できなかっただけでちゃんとありますね。あ、それかっこよかったな。うん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 。あれこれ見たことあるな、このメーカー。これ真ん中多分18キロね。はい。タイヤの、はい、あの光みたいな。はい。進化していくんだな。そうっすね。考えだ。そうっすね、そうっすね。頑張ります。ピカピカになんねえな。僕の私のやつ。あ、全然ピカピカじゃなくていい。はい。いや、ピカピカにしたくなるんですよ。シルバー洗ったらダメなんですか、水で。どういうこと？シルバー水ジャーって洗ったら。大丈夫ですか、うん、大丈夫です。洗いたくなるやつ、僕ワックスも洗っちゃうんですよ。あ、いいんじゃない、大丈夫だよ、があるからもうこれ、あ、要は多分やってて分かると思うんだけど、はい、白いさ、はい、あのなんか、はいはい、白い液体みたいに出てくるじゃん、あのそれをこうやってゴシゴシやってると、はい、それがあの研磨剤なんでね、はい、それが出なくなったら、まあ、ついに終わりだから捨てた方がいい。ああ、さよならの。そう、さよならの。だから僕いつもあのさっきみたいにカットして使うんだけど、はい、1枚で使うともったいないから。ああ、なるほど、うん。僕中学生の時にピカールと出会ってからですよ。すべての家具、すべての金属を磨く中になってしまったんですよ。あのピカール、そうです、そうです。ピカールとの出会いって危なくないですか？危ない。あの、全部磨きたくなりますよね、ピカールで。これで、はい、あの昔の人はこれで、シルバーとか磨いてたの。でも、あんまりにも、これ研磨力が強いから。強いですよね。そう。だから、僕これ使うときは、はい、この間使った叩き台でしょ。はい。黒煙ですよね。はい、あれの面を、はい、やっぱ使う、平らに、そうそうそう、使うときに、はい、あれに、あれが酸化してると、はい、シルバー打ったときにシルバーにくっついちゃうから。いや、ちょっと電波悪いんだよ。ごめん、昴生さん。今大丈夫っしょ？今安定してるっしょ？
綺麗になった。日本で一番成功したのはシルバーってゴローズなんですか？日本人だと何だろうな、ショップというかそのやっぱゴローズさん、まあ、一番かどうか分かんないけど、はい、本指には入るんじゃないかな。お、他なんか注目してるメーカーとかってあるんですか？ここシルバーいいなみたいな。インディアンジュエリーで、いやもう全部のジュエリー、シルバーのジュエリーで。わかんないな、やっぱすぐ廃れちゃうからね。ああ、流行りとかトレンド、はい、言っときますね。 ありがとうございます。いいっす。どう？今見えてる？はい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 、ありがとう。リング1個作りたいな。これはペステゴちょっと落ち着いたら。そうっすね、リング1個、シンプルなリング欲しいな。だいぶはかどって、いや、あのね、作業的にはね、全くあれだよ、もうずっと話し込んでる感じ。技法を教わったりとか、その制作の工程の打ち合わせがずっと続いてる感じ。あの、もの自体は進んでない。てかね、それは家でやればいいから、今日来た目的は、その、なんだろう、どうやってやったらいいかっていうのと、要は、刺激をもらいに、刺激と勉強。
効率アップとは違くてね、なんて言うんだろう、そのインスピレーションをそのもらわないとこういうことができるんだっていうのにならないっていうのと、あとそのこういうものが作りたいんだけどここで詰まってるんですけどどうやってやったらいいですかっていう、そういう感じかな。どうやってやるっつったっけ。効率はあんまり考えてないかな。作業効率よくしようとか、あの時間たっぷり使うって決めてるから、むしろゆっくり作ってる感じ。作業効率的にはそう、納期はあるんだけど、あの異常なくらい納期を長く取ってるぐらいだから、ちゃんと毎日やれば作れる。むしろね、和道ブランドのいいところはね、俺が暇人だから時間が無限にあるっていうのが最大の武器だから、うちは時間かけてますよって、あの職人がニートなんでっつって。まあね、ピーターパンが作ったアクセサリーだから、ブランド名ネバーランドに変える？いいね。ネバーランドにします。なんかでもあのグリム童話って怖いって話あるじゃん、みんな。あのネバーランドってなんで子供しかいないか知ってる？ネバーランドって子供だけの国じゃん。あれピーターパンが大人殺してたんだよ。超怖くない？グリム童話とかそういう発想。あれ子供しかいないんじゃなくて時間が止まった国だと思ってるじゃん。違うんだよ、ピーターパンが大人になった子供殺害してたんだよ。怖っ。ホラーでしょ。
クソンがじゃあ知ってたってこと？はい。マイケル・ジャクソンがじゃあそれを知ってたってこと？ああ。それは分かんないです。怖いよね。どうなん？でもなんか怖い話ですよね、ピーターパン。だからフック船長は実は助けに来てたみたいな。みたいな。ただなんかシンデレラでしたっけ、あのガラスの靴、あれもあれなんですよね、あのお母さんも大虐殺してるんですよね、確か。あのいじめてたお姉さんとか怖えみたいな。今だからなんだっけな、なんか日本の物語も変わっちゃってますもんね、だいぶ。桃太郎ももともと桃から生まれたわけじゃないもんね、桃太郎って。お母さん、そうですよ、もともとは桃を拾ったんですよ、おばあさんが。でお母さん桃た、おばあちゃんが桃食べるんですよ。そうすると若返っておじいさんが帰ってきてびっくりするんですよ。でおじいさんも食べましょうって言っておじいさんも若返るんですよ。でその晩に激しい営みをしてできた子が桃太郎なんですよ。はそうなんです、そうなんです。だから合理的なんですよ。桃で若返って子供を授かったっていう話ですね。でもなんか明治の時にちょっとそれはアダルトな話になってしまうからっていうことで物語が変わったみたいですね。桃から生まれたことにしようと、はい、
お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。